S1000 ケース SE-212 デュランダル1957年5月のパリ航空ショーで展示された SE-212 の2号機 S1000 ケース SE-212 デュランダルはフランスで1950年代中盤に試作されたジェットエンジンとロケットエンジンの混合動力の迎撃戦闘機フィアット G91 と類似した思想から開発された機でもあり 試験では優秀な結果を出したものの計画は中止された。ピエール・セテル率いる S1000 ケースの設計チームは1951年から軽量の混合動力溶撃機器の研究に取り組んでいた。その設計はアフターバーナーを備えたスネックマーター101回ジェットエンジンを動力源とする小型で高体格60度の主翼を持つデルタ翼機で 増速時には、セプレ75ロケットモーターを用いる。武装として一発の AA-29 対空ミサイルを胴体下部に装備するほか、AA-20 の代わりに2門の3 0ト、mm、ル機関砲もしくは24発のスネブロケット弾を搭載することができた。2機製造された試作機のうち、1機名は、ロケットモーターを装備しない状態で1956年4月20日に、イストルで、 初飛行した。2期目の SE-212 は1957年3月30日に初飛行した。飛行試験中の速度は、ロケットモーター未装備時では、高度12,300メートルで、時速1,444キロメートルに、ロケットモーター装備後では、高度11,800メートルで、時速1,667キロメートルに達している。これらの飛行試験は、 武装を装備せずに行われた。二期目の SE-212 は1957年5月にルブルジ空港で開催されたパリ航空ショーにおいて AA-20 を装備した状態で地上展示された。SE-212 の試験計画は1958年に終了し、それ以上製造されることはなかった。一目の s e の部品は年から ルブルジェ航空宇宙博物館で保管されている。出展、アンイラストレーテッド f e サイクロペディアオブエブリ r ファイター、エアクラフトビルトフロ w ン。ありがとうございます。